ギリシャサントリーニ島の金管日食写真1976年4月29日の日食は1976年4月29日に観測された日食である。セネガル、モーリタニア、マリ共和国、アルジェリア、チュニジア、リビア、ギリシャ、トルコ、イラン、ソ連、アフガン、パキスタン、インド、中国で金管日食が観測され、北極海南で、 赤道以北にあり、アメリカ大陸東海岸移動で、中国中部異性にある地域で、部分日食が観測された。金管帯が通過した、金環日食が見えた地域は、セネガル北部、モーリタニア、マリ共和国北部、アルジェリア南部、リビア北部、ギリシャ南部、トルコ、パフラビィー朝東地下のイラン北部、ソ連南部、アフガン北部、パキスタン北東部、インドが支配する、 カシミール地区北部、中国新疆ウイグル自治区西南部と、チベット自治区中北部と、青海省南西部だった。また、8000メートルミネの14座の山内、パキスタンと中国に位置する南ンガパルバット K2、ブロードピークガッシャーブルム2ボン、ガッシャーブルムアイボンの5座が金管体内にある。また、金管日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は北アメリカ北東部。 スリナム東部の半分、フランス領ギアナ、ブラジル北東部、ヨーロッパ全部、アフリカ中北部、西アジア、南アジアのほとんど、中国中西部、モンゴルのほとんど、インドシナ半島北西の半分、ソ連の大部分。中国科学院物理研究所と中国科学院数学研究所と、新疆地震大隊は、新京ウイグル自治区畜報端畜報体験南西部に、ある、 標高5500メートルのカラコルム峠付近で重力計、傾斜計、振りこ計、地震計で重力効果について観測を行った。観測結果により重力加速度は機器の精度内に大きな効果がなく、傾斜計の増換子にある観光線の太さで傾斜が記録されなく、ノート市で記録された3つの傾斜の発生時間と、 方角が近環日食の時間の方角に顕著な関係性があった。鉱山に観測条件が厳しいため、観測隊は他の比較データを入手することができなかった。ありがとうございます。